フランツ・モルナーの名でも知られる。1878年、ハンガリーのブダペストにて、ユダヤ系医者の一家に生まれる。スイスのジュネーブ大学で法律を学んだ後、故郷に戻り新聞記者となり、創作活動を始める。オスカー・ワイルドやフランス喜劇に影響を受けた。 通俗的な戯曲を書き人気を得た。主な作品に自由恋愛を描いた、喜劇、悪魔をはじめ、リリオム、この絵兵、児童文学作品にも類別される、パール街の少年たちがある。第二次世界大戦中の1940年、ナチスによるユダヤ人迫害から逃れるために、アメリカに移住、ニューヨークで演劇芸術の教師となる。1952年、 ニューヨークで亡くなる。リリオムは、モルナールの代表作の一つで、フリッツ・ラングの、リリオム、アメリカの、回転木馬など何度も舞台化、映画化されている。1954年の東方映画、エノケンの天国と地獄も、リリオムを下敷きにしていると言われており、主演の江野本健一は、俺こそ、色男リリオムという歌もリリースしている。 他に、悪魔が1921年にジョージ・アーリス主演で、トリエステから来た娘が1937年に、花嫁は、クレナ衣装のタイトルで、お人よしの先女が1947年に、ディアナ・ダービン主演、白鳥が1956年に、グレース・ケリー主演、オリンピアが1960年に、ソフィア・ローレン出演で映画化されている。 パール街の少年たちも1917年を最初に何度か映画化されている。日本でも早くから知られ森鴎外による翻訳があり、ゴロ月の商店、辻馬社、最終の午後と3つの作品が鴎外の翻訳小説集、諸国物語に収録されている。また大正末から昭和13年頃の間に鈴木善太郎により多くの作品が翻訳されている。 2012年に、川端康成の未発表小説として、モルナール・フェレンツの儀曲、リリオム・アル・ナラズ・モノの生と、死裏町の伝説、七葉の本案、星を盗んだ父の直筆原稿が見つかった。筆跡などから川端が、東京帝国大学を卒業した時期から間もない、大正13年頃に執筆されたと見られ、全七葉でできた原作の儀曲を、叙情性や、 童話的な色彩の濃い最終場を生かした三段落構成に変え、主人公、リリオムの、ならず者としての側面よりも、生まれてくる、子供のために罪を犯して自殺し、天井にある星を盗んで娘に渡そうとする、父親としての愛情を前景に据えた物語に変えている。川端は、大正九年に、同じく、リリオムを原作とする、森尾外の、 ゴろつきの商店を読んでいた。ABC 法と文学研究法を目指した人々から文豪ゲーテから数学者フェルマーまで。小室金之助。創価大学、創価法学第38巻、第2号。2008年 AB 西本圭介。子供に読ませたい世界名作。童話百冊の本 PHP 研究所。1992年。 ピアニッシモ、154から155、モルナール・フェレンツ。改正者、自動書出版社。2021年9月3日閲覧、CD への件の大前週完結編、川端康成の未発表短編、星を盗んだ父外国文学、演劇、最初期知る貴重な資料 3K ニュース2013.2、11、川端康成文学館所蔵。 川端康成磁気出現以降、星を盗んだ父の特別展示について、ありがとうございます。